今城の酒場で池井と争いながら登場した孫一。えい、孫一、女どこだ。二人で楽しくやっていたのに連れ出しやがって。あの女、お前があんまりしつこいから俺に合図を送っていたのさ。だから連れ出したんだ。お前みたいなタコ坊主と飲んで喜ぶ女がいると思うのか。ブチ切れた池井に勝負を挑まれ、二人は喧嘩に発展。行くぞ孫子。これからの時代はこれさ、槍なんて古いんだよ。抜かしたな。やめろ二人とも。雑賀孫子といえば、言わずと知れた紀州雑賀鉄砲軍団の統領。しかし十兵衛が二人を止めたことで、その場は収められた。その後金山では十兵衛の口に駆けつけてくれる。助けに来たぜ十兵衛。俺に任せな。行け。こんなところで高みの見物か。気楽な野郎だ。ええ、そうさ。俺は十兵衛からもらうものをもらってねえからな。やる気が欲しい。勝手にしろ。もったいねえ。そんな射撃の腕が世界一な野郎は頼りになる存在だった。どうやら片付いたようだな。口ほどにもない連中だ。助けてください。オラの娘が、オラの娘がバケモンにさらわれただ。何、娘だと。おいおい、聞かせろ。お前の娘は可愛いのか。もちろんですだ。親のオラから言うのも変だが、とっても可愛いだ。よっしゃ、俺が連れ戻してやる。ここだ。どっち連れて行かれた。あっちだ。よし。いけ、相変わらず女には目がねえな。その後も池井と相変わらず争う孫一。へい、やめろ。それも十兵衛、お前の夢は何だ。夢なんてない。俺にあるのは信長を倒すことだけだ。ここにも怨霊に取り憑かれた奴がもう一人いたってわけだ。孫一は十兵衛を怨霊に取り憑かれた奴と言い、嘲笑いながら去っていった。手こずらせやがって。ところで十兵衛、さっきの話だが、ほら、エケイとお前が怨霊に取り憑かれているって話だよ。ああ。エケイは元侍で、仕えていた大名が戦に敗れ滅亡、奥さんと子供を亡くしているんだ。それなのにまだバカな夢を。たとえ夢が叶って一国一城の主になったところで、また戦になって大勢死んで泣く奴が出てくるだけじゃねえか。貴様もそうだ。信長を倒したところで第二第三の信長が出てくるだけだ。キリがねえんだよ。その後可愛い娘を見つけた時には、おみよ、オラの娘、よかったな。こいつはいい。確かに可愛い娘じゃねえか。ぐっと抱きしめてやれよ、AK。まいった。また十兵衛の母がやられた時には、自作の爆弾を持ってきてくれていた。もらった爆弾は近くの岩を爆破できた。やめろ。今度は何が原因で喧嘩をしているんだ。十兵衛、おふくろさんはかわいそうなことをしたな。お前の辛い気持ちはよくわかるぜ。ひょっとしたら貴様、信長の命令で俺たちを殺そうとしてるんじゃねえのか。さあな。とぼけるな。ふん。待て孫子。時には大砲を持ってきてくれる孫一。十兵衛、あいつをぶっ壊してやるぜ。
こいつは強力だが、発射に少々時間がかかる。それまで敵を頼むぞ。そう言って発射まで孫一を守るという場面を。援護してくれ。ありがとうよ。よし、行くぜ。結局一発撃っただけで大砲は壊れてしまい、さらに費用が一発5000金必要なことが判明。黒ビールが200金なので実に25杯分である。いえ、時次郎、どこへ隠した。何をしているんだ。ジュベ、その男はな、金が惜しくてここへやってきたんだ。金が手に入るなら信長様の家来になってもいいとまで言った。どんな食わせ者だ。そんなことだと思ったぜ。許せねえ。何とでも思え。俺は俺の考えがあってやっていることだ。十兵衛、これを使え。絆値が高いとこんな最善銃まで貸してくれる。二人で銃を持ったらもう完全にバイオハザードだ。そんな孫一の大活躍シーンがこちら。信長の野郎、ひどいことをしやがる。クソ、誰だ、出てこい。ジュウエに当たるとはな、これはついとる。うれや、この前、ジュウエは片付けてしな。東吉郎め、十兵衛、待ってろよ。必ず元に戻してやるからな。石化してしまった十兵衛のために孫一がそれを直そうと立ち上がるんだ。もう完全にバイオハ。さらに孫一は一点もかっこいいんだ。これであいつを元に戻せる。待ってろよ、十兵衛。おまけに火炎放射器まで扱う自末。おお、最高だぜ。大丈夫か、十兵衛。助かった。礼を言うぜ、孫一。何を言いやがる。礼を言うのはこっちじゃねえか。気にするな、お互い様だ。十兵衛、そうだ、こいつを受け取ってくれ。せめてもの礼だ。そんな
孫一も時にはやられることもあった。孫一、大丈夫か。お前だけには本当のことを言う。俺がここの金を狙っているのは、お前と同じで信長を倒したいからだ。信長は小谷の城を落とした後、俺たちの住む犀賀の書を襲うつもりだ。お前の身に起きたことが、今度は俺たちにも起きようとしているんだ。孫一、もらわな、十兵衛。生まれてすぐおふくろに死なれ、いつも乳が足りなくて泣いていたそうだ。それを助けてくれたのが里の女たちだった。俺と同じ年頃の子供を持つ母親たちが入れ替わりきて、俺に乳を与え育ててくれたんだ。俺だけじゃねえ。同じような子供がいれば、母親たちは出かけていって、わけ隔てなく乳を与える。つまりよ、里の女たちはみんな俺たちのおふくろなんだ。だから何としても信長の手から里を守りたい。そのためにここの金を奪い、戦の蓄えにしようと考えたんだ。孫一。十兵衛、お互い戦のない時代に生まれたかったな。その後、刀と銃のどちらが強いか十兵衛に聞いてくる孫一。銃と答えると会話は終了するが、刀と答えると。何？本気でそう思ってるのか。なら証明してもらおうじゃねえか。先に20匹倒した方が勝ちだ。いいな、行くぜ。まさかの孫一と玄馬早川対決へ発展。俺の勝ちだな。孫一に敗北すると会話のみで終了となるが、十兵衛が勝った。やるじゃねえか。こんな報酬がもらえたんだ。そして最後は銀河ムカップとの最終戦。本来第二形態になるが、絆値が高いと。十兵衛、別れの挨拶にやってきたぜ。俺の新しく作った国崩しの威力を見るがいい。じゃねえか。すげえ威力だ。我ながら驚いたぜ。孫一、お別れとはどういうことだ。信長のやつ、浅井を攻める一方で俺たちの犀賀の将も攻める気だ。何？その準備で国へ帰らなくちゃならねえ。こっちが終わったら駆けつけてくれよ。お前と一緒なら戦はもっと楽しくなるぜ。さらばだ、十兵衛。こうして孫一はスーパータイラントをやっつけ、ヘリでこの場を脱出したのだった。